山田理香のリカリポ。今日はリポートのコーナーです。先々週に引き続き岐阜県多治見市新町にあります新町ビルに来ています。こちらの4階にあります、今日は地層さんを紹介します。店主の水野正文さん、こちらに店主の水野さんです。はじめまして、水野です。よろしくお願いします。いや、もうこちら陶器や服がね、たくさんあるんですけれども、はい、こちらどういったお店なんですか？そうですね、一応普段からまあもちろんお洋服もあれば、こういった焼き物も置いてあったりするんですけど、はい、ここのお店はまあ全国各地からまあ僕がいいなと思ったものを集めている場所で、そうなんですよ。で、まあ、普通にこう、ね、自分が選んだものをご紹介している場所でもあるんですけど、まあ、今もそうで、ご覧いただいた通りこうお洋服多いんですけど、こうで期間限定でこう展示も行ったりしている場所になってまして。ということは、今は服の展示会的な感じ、はい、おっしゃる通りで、そうですね、これは秋田県のブランドなんですけど、はい、その秋田県のお洋服のブランドさんの今こう展示をやりながら、いつも通りお店としても営業させてもらってます。なるほど、はい、ここにまたお店を構えたきっかけを教えてほしいです。きっかけとしては、僕は、岐阜県出身なんですよ。はい、はい、岐阜県出身で、はい、そうなんですよ。で、僕は多治見市にある高校にも通ってて、はい、でそれでこういつかやっぱり岐阜県でお店をやりたいなと思って、はい、でこのような形で今新町ビルの4階でお世話になっております。ということは、もう地元を盛り上げたいということで、はいはい、そうですね、はい、うん、地元を盛り上げたい気持ちはもちろんありますね、はい、それでこちらにお店を構えたということですね、はい、そうですね、はいはい、ということで、ちょっとお店をね、あの、はい、ぐるぐると回っていきたいと思いまして、はい、でさっき秋田県のブランドっておっしゃってました、はい、そうですね、お洋服は秋田県のブランドですね。これって女性用とかあるんですか？あ、そう、ユニセックスで、はい、男性でも女性でも、うん、まあ、その方のスタイルに合わせて選んでいただけるようになっているので、はい、へ、はい、女性が大きいサイズ選んでいただいてもいいですし、お好みで、はい、それも、私も全然もちろんいけるってことですか？はい、なんか今の時期って感じですよね。そうですね、そう、しっかり中にも着込めるんで、うん、中にね、タートルネックのニット着ていただいて、上から羽織っていただいても素敵だと思います。いいんじゃないですか、こちらのお洋服、素敵です。じゃあ、はい、他にもね、ありますよね。そうですね、本当にお洋服はもう男女問わず選んでいただけるようになってて、はい、まあ、ワンピースもあったりしますので。え、これも、そうなんですよ、それはもうなので女性用にはなりますけど。そうですよね、あ、ちょっと、はい、夏にもね、はい、1枚で着れそうですよね。そうですね、この生地がちょっとウールですので、はい、秋冬ですけど、はい、同じ形で春夏用のものも出ますので、うん、あ、生地が違う。そうなんですよ、生地が違うのも出ますので、はい、まだ来年の春夏をお越しください。すぐ来ます。はい、いや、もうね、服がたくさんあって気になるところではあるんですが、なんか、水野さんがすごい気になってる、はい、気に入ってる商品が、あ、そうですね、そうです、はい、はい、まあ、ただね、水野さんがすごい、なんですか、好きで仕入れてる商品ばっか、そうですね、基本的にはね、はい、はい、その中でも、はい、一番おすすめとか好きっていう商品、はい、ズバリ、そうですね、教えてください。はい、一応それが、あちらにある、はい、あのガラスの瓶ですね。これですか？その青いガラスの瓶ですけど、こちらです。はい、これは、うん、何、置物としてなのか、何かに使えたりするんですか？はいはい、あ、そうですね、もちろんそのまま飾っていただいてもすごく素敵だと思うんですけど、はい、花瓶にはなっていますので、はい、一輪挿しとしてお使いいただけるようになってます。なるほど、ちょっと、はい、どうぞ。へえ、ね、夜ですけど、はい、まだ昼見るときと夜見るときとでね、もちろん見え方も変わります
ガラスって言って、一つずつ手作業で、息を吹き込むことで形を作っていくんですけど、だってでもこれ形違うじゃないですか。そうですそうです。なので1点ずつやっぱりどうしても違う形になっていくんですね。息のその吹き具合で変わってくるってことですか。そうですね、吹き具合と形の整え具合でどんどん変化していくものなんですけども。そうなんですよ。まあやっぱりなんかこうね、古いものみたいなアンティークみたいな雰囲気もあるんですけど、やっぱりこうこれが今作られていて、こう今にしかないこう技術を駆使しながら作ってらっしゃって、そういうところがすごく素敵だと思いますけど。私なんかちょっとだんだん海に見えてきた私。あ、そう。でもそれはすごく素敵な感覚で、はい、これ作ってらっしゃる方はどこに住んでるかっていうと神奈川県なんですよ。お、もう海までもうすぐですよね。そうなんじゃないですか。そうですそうです。もうその辺りに住んでて、僕は結構こうセレクトする作家さんには直接お会いしに行くんですけど、はいはい、その彼女の、お住まい兼工房にもお邪魔していて、もう本当に海のすぐそばで、いや、よくね、海行くって言ってましたよ。なるほど。はい。そういうことじゃ、海見て、うん、って思って、この作品ができた。そうですね。やっぱりこう、物を作ってる人と話しててよく思うのは、やっぱりその方が、住んでる場所だったりとか、はいはい、単純に好きな場所、そういうのがやっぱり作品に、少なからず影響を及ぼしてるなっていうのはありますね。あ、じゃあ山の中に住んでる方だったら山はよく見るから、はい、そういう感じの作品ができた。はい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 。そうですね。多分それはね、そうなんですよ。やっぱり皆さんこう見てきたこと、感じてきたことっていうのが必ず作品には反映されるので、それは影響してるかなと思うので、今おっしゃられてね、海を思いますっていうのはすごくご本人も喜ぶんじゃないかなと思いますけど。やりました。はい、私よかった。なんか感受性あった。良かったです。いいですね。はい、ちょっとお店の奥もいいですか。はい、実はですね、お店の奥にですね、私が気になっている商品があるんですよ。なんですね、水野さん。はい、これこれ、はい、いいですよね。これ気になってるんですよ。いいですね。いや、もうね、先々週山の花さんでおちょことっくりの話をしたんですけど、本当に私お酒が好きで、これでお酒が飲みたいんですよ。これすごい素敵ですけど。そうですね。これは商品として置いてあるんですよね。一応、まあ、ちょっともう飾りとしては置いてるんですけど、うん、どうしても欲しいと、はい、まあ、言う人がいたらちょっと考えようかなって、はい、ぜひ欲しいです。ぜひ欲しい。これだってすごい、なんかカットとかすごい綺麗なんですよね。そうですね。なんです。私が購入する前に皆さん買わないでくださいね。いや、他にもね、すごいなんか独特なんですよ、ここにある作品がね。これは何、これはどういった感じで使うんですか。それも花瓶ですね。あー、なるほど。あ、こういう感じね。ちょっと独創的な形ではあるので、はいはいはい、そのまま飾っていただいてもいいんですけど、はい、ドライフラワーでしたりとか、枝物がこう入れれるようになってまして。ここ抜いていいですか。はい、どうぞどうぞ。あ、なるほど。この中に入れてみていただいてね、それでまあちょっと様子を見ながらどれがいいかなって考えていただければいいなと思って。はい、すごい素敵、ありがとうございます。いえいえ。それでは水野さん、はい、最後にぜひお店の PR をお願いします。わかりました。全国各地から僕がいいと思った商品集めてまして、商品もいろいろと入れ替わっていきますので、ぜひ月曜日、定休日ですけど、それ以外ここにおりますので、よろしくお願いします。はい、このお店は水野さんが今まで出会ってきた人、そして好きな作品がたくさん揃ってて、もう本当人生が詰まってる感じの、そんなお店になりますので、ぜひ遊びに来てください。そしてこの番組を見てくださっているそこのあなた、ぜひ YouTube チャンネル登録お願いします。そして来週はリポリカのリカーのコーナーでおつまみを紹介していきますので、ぜひお楽しみください。バイバーイ。